こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。私がオーストラリアアマゾン室マニュアルを作ったわけ。奴隷解放宣言。私の転売ビジネスサポート歴は10年を超えます。月30万円稼げるスキルが実際に身につくサポートを提供しているから10年間続いています。出版もしました。2010年に 輸入ノウハウの本2013年に輸出ノウハウの本を出版しましたおよそ30回も転職を重ねた飽きっぽかった私がなぜ10年以上も転売サポートを続けているのか何人かの社畜を救いたい日本を元気にみんなの笑顔をそんな大それたことは考えません何人かの人が 私の本やブログ、動画を見て、いいね、自分にもできるんじゃないと思った人に輸出ビジネスのスキルを教えたい。すでに何人かの人は社畜から脱出済みです。何人かの人が喜んでくれて、私も暮らしていけるなら続ける意味がある。そんなわけで私は10年以上転売ビジネスを教え続けています。 輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば世界中どこでも暮らせます。これはアメリカのナパバレーオーパスワンのセラーですね。そしてお気に入りの都市シドニー。ギリシャのアテネ。インドネシアのバリ島。ドバイ。 いろんな場所で暮らしています。好きな場所で暮らせて感謝されるなんて最高の仕事を見つけたと感謝の日々です。Amazon に出会えて感謝。通常、ビジネスを覚えるには最低3年はかかります。私も3年がかりで無駄金を使い、回り道をして妻の嫌みに耐えながら3年かけて稼げるようになりました。 ところが、アマゾンを使えば、わずか半年で結果が出ます。何しろやることはシンプル。買い物した商品を高く買ってくれる人に売る。たったこれだけ。日本に住んでいると、すごい幸運なことがあります。幸運なことがありますと。言いですね。これ世界幸福度ランキング。日本58位と。日本が。 ランクがすごい低いという話なんですけど、日本では普通の人が幸せになることは年々難しくなっています。原因は一言で言えば低賃金です。みんなの所得が低すぎてギスギスした暮らしにくい国になっています。しかし輸出ビジネスをしようとする私たちには追い風。なぜかというと低賃金のおかげで30年、 物価も変わらず安いまま。そのため日本にあるものは輸出をすれば何倍もの価格で売れるものだらけです。日本で稼ごうと思えば日本は地獄。しかし輸出する商品を仕入れる場所として考えると日本は天国です。自力で稼ぐ方法を身につける私自身が欲しかった副業サポートサービス。私が作ったサービスは副業でパソコンを使って稼ぎたい。 でも何をすれば稼げるのかわからない。そんな昔の私が欲しかった副業サポートサービスです。会社勤めを何年続けても自分で稼ぐスキルは身につきません。輸出ビジネスに出会って自力で稼げるようになって私は自由になりました。自由になるためには自力で稼ぐスキルが必要です。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから 実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万円以上の無駄金と3年の月日をかけています。あなたには回り道をせず最短距離で稼いでほしい。あなたは最短距離で輸出ビジ,ネスビジネスを身につけられる。私はあなたにサポートをして喜ばれ好きな場所で暮らせる。 こんな素晴らしい仕事はないなと感謝の日々です。そんな思いで輸出サポートを提供しています。日本に住んでいて日本語がわかるという日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネス。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています。 これから初心者が副業を始めるなら、オーストラリアアマゾン輸出が一番です。わずかな投資で一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。